早朝からまあ刑事が、10人ぐらい来て、まあ、息子とも、そこでマンションの前で手を離されて、そのまま、まあ、20年、離されたわけですけど、任意同行っていう意味もわからないし、そのまま取り調べ室に行ったわけですけど、私としては、火災の原因が分かったと思って、まあ、警察に協力するつもりで、行ったんですけども、取り調べ室に入ると、もう初めから犯人扱いで、お前がやったんやろうと。そして私はやってないからやってない、やったやってないの、状況で、まあ、警察は、その時に、何ですかね、まあ、いろんなことを言ってきますけど、まず私が、まあ、なぜ自白したのかっていうのは、一番の原因は、あまり言いたくはないんですけど、僕さんの性的虐待っていう事実を刑事から、その時に初めて聞かされて、ただでさえ火事で娘を助けられなかったっていう思いでいっぱいの中に、娘がそんな目に遭っていたっていうことを聞いて、そして自分も気づかなかった、ますます、私は死にたい気持ちで、本当なのかな、嘘なのかな、もう刑事の言うことしかわからないから、そういう状況の中で、次に息子が、僕さんがガレージに降りて火をつけたところを見てるぞと、そして、まあ、僕さんを認めてるぞと、まあ、そういうことを言われて、もう精神的に本当にますます参って死にたいっていう気持ちから、自白をさせられるっていうか、まあ、白い紙を持ってこられて、娘に悪いと思ったらこれを書いていこうって言われたんですけど、私はやってないので書いていこうって言われても何を書いていいか全く分かりません。その中で刑事は、まずは題名を書いていこうと、そして、刑事がその題名を、言うわけですけど、そして、まあ、刑事が言う言葉をそのまま書くんですけど、精神状態もおかしいので、全部刑事が言った言葉を覚えきれずに、途中で私はペンを止まって、そしたら刑事は、どこまで書いたんやと見て、ね、なんていうの、娘に悪いと思ったら、素直に認めなあかんと、認めたくない気持ちは分かるけど、娘にごめんっていう気持ちで、書いていかなあかんやろと、反省していかなあかんやろっていうことで、続きの題名を言って、書きます。だからとにかく私にしたら自分の言葉ではなく刑事が言う言葉を、書かないといけないし、聞き逃して止まると、認めたくないんか、認めなあかんやろと、認めても認めなくっても刑事に怒られるっていう状況の中で、共謀の日ですかね、共謀の日を、言われても、共謀はもともとしてないわけですから、いつしたって言われても答えようがないっていう状況の中で、刑事は、まず7月22日に火事があった。じゃあ、近くではないだろうと言われたら、7月ではない。でも、そんなに遠くは前じゃないだろう。そしたら、5月頃ではない。そしたら誰でも答えは6しか残りませんから、じゃあ6月。これで6月が決まって、じゃあ6月で書けと。次は、6月のいつやと、上旬、中旬、下旬、いつやと言われて、私もそんなことは分からないけど、答えないとまだ怒られるし、だから、適当に始めって私は言ったんですけど、本当に始めかと、よく考えろよと、本当に、始めやったかと言われて、これ後から分かったんですけど、僕さんは6月22日というふうに自白してるから、それに合わすために私によく考えろよく考えろと、じゃあ私もさすがに間違ってるんだと、分かりますけど私は答えを知りませんから、中旬に変えて当たればいいけど、外れたらまた怒られる、どっちみち怒られるんだったらもう上旬でいいかなと。そして、まあ、刑事も諦めて、じゃあいいよ、初めて書けと言って、そうやって文章が出来上がり、その文章の中には家が火事になりましたとか、私が19歳の時に娘を産みましたとか、本当の話も入ってて、その中に、嘘の自白、娘を殺したってうまいこと文章を書かされて、そういう自供書が出来上がりました。で、先ほど青木さんの話にもあったんですけど、まあ、体調が悪かったということを取り調べ日誌の中に書いてあります。で、
青木さんが、体を震わせゲーゲー空付きをしたとか、さっきちょっと、息子がパパが車のところに行って部屋に戻ってきたらすぐママが燃えてると言ったとかいうような、息子さんが火をつけた、息子さんが僕さんが土間に降りたことを言ってるんだとかっていうことを言われたんですね。で、まあ一旦その弁護士が10日に接見をして、自白しない、否認に転じるんですが、で、11日からその否認したんですけど、11日は勾留請求とか言ってて、12日からの取り調べはかなりひどいもので、今井が大きな声で恥ずかしくないのか何言ってるんや、そのちゃんと話せんなあかんがなとか、その、大きな声でかなり怒鳴ったということを警察の取り調べ日誌の中でも書いてるんですね。で、その14日にまた認めることになるんですけど、その14日に認めた理由についてちょっとご説明いただいていいですか。14日も本当に、毎日毎日朝から夜中の12時頃まで取り調べをされて、一日中取り調べをされてるわけですけど、椅子も、こうやって背もたれがある椅子じゃなくって丸椅子で、もたれることもできない、それで自分の体を支えながら、座ってるっていうだけでも精一杯の上に刑事から怒鳴られ、いろんなことを、本当に侮辱された言葉をいっぱい言われて、そして朝と昼はなんとか私も乗り切りましたけど、夜になってもう耐えれないと、本当にしんどくって、そして椅子から滑り落ちたんですけども、それで病院に連れて行ってほしいって言ったら、娘はもっと熱い思いを死んでるんやぞと、お前は認めへんからしんどいふりをしているんだと言われて、まるで私が仮病を使っているようにな扱いで、白々しいことせんと早座れというふうに言われて、でそんなひどいことをひどい取り調べをされてたんですけど、突然刑事は優しくなるんです。そして、やってないって言うんだったら、じゃあなんで娘を助けへんかったんやって言われるわけですね。それは私が一番、辛いし、本当に自分が助けられなかったっていう思いで、ずっと今も、苦しんでるわけですね。その一番痛いところに刑事はなんで助けへんかったんやと、助けられへんかったっていうことは殺したも同じことだと、言われました。そして、今だったらその違いは分かりますけど、当時は精神的におかしかったんで、ああじゃあやっぱり私が娘を殺したんだ、そうなんだというふうに思って、また刑事の言うままに書いて、書けばもうこの取り調べですからすぐ出してやると、そして私はもうこの取り調べですから出れるんならもう何でもいいと、そしてもう留置所に帰って死ぬつもりだったんで、早く書いて何でも書けっていうものは書いて、死ぬつもりだったから、自白しました。で、その状況について取り調べ日誌なんですけど、さすがに滑り落ちたとは向こうも書けなかったのか、いっぺん椅子から立ち上がって背伸びしてみーというと、ゆっくり立ち上がろうとしたが、そのまましゃがみ込んでしまって、その自分では立ち上がれなかったとか、その夜の取り調べでは、出場して調べ室に行く間、背中を丸めてよたよたと老人のような歩き方をするので、今井が右腕の付け根を抱えたんだというようなことで、体調が悪かったということを向こうは認めてるんですね。で、また15日から否認をしたということなんですけど、15日、だから14日の夜にどういうことがあって否認にまた転じたんでしょうかね。自白をしてしまって、そして死ぬつもりで、とりあえず取り調べ室から出て留置所に帰ったんですけども、弁護士さんが夜中12時に近くにもかかわらず、新しく塩野先生が弁護人になるために、待っててくれて、そして会うか会わないか本当に悩んだんですけど、会いました。そして会って、その時も私が何言ってかわからないような状況で、先生がまず初めてだから、やってるんですかやってないんですかって言われて、私がやってないけどもういいんですと、もういいっていうのは死ぬからいいっていう私は意味ですけども、それで言ったんですけど、そして刑事に言われた、助けられなかったっていうことは殺したことと同じだから私が殺したんですということを言うと、大きな声で怒鳴られて、それは違うと、やってないんだったら頑張らんといけないと、
で、まあ、天国にいる娘も喜ばないよと、息子さんのためにも頑張りましょうというふうに励まされて怒られて、そしてまあ留置所に帰って、私は接見禁止だったんですけど、自殺の恐れがあるので、一人見張り役の、覚醒剤捕まってる人と一緒の部屋にされて、まあ、彼女が私を見張ってるっていう状況だったんですけど、彼女は私に、本当に心配してくれて、私の無実も信用してくれて、励ましてくれて、そしてまた自白したよって言ったら、そんなことを、ね、やったんだったら仕方ないけど、やってないんだったら、弁護士信じて頑張らなきゃいけないと、子供さんもかわいそうだっていうことを言われて、その時に私は子供の言葉で、そうだと思って、娘も息子も、やってないのに認めたらどう思うだろうというふうに、そこでやっと、なんか我に返ったというか、子供の言葉が、キーワードになって、私はそれからもう絶対自白しないぞと、明日からはもう何を言われても自白しないっていうので、頑張り抜きました。で、15日からの調べがありまして、もう向こうの、報告書、取り調べ日誌の中でも大声でとなったということはいっぱい書いてあるんですけど、まあ多分殴ってはないよということが言いたかったのかよくわかりませんが、もうでそういうことがあって、まあ、自白したということなんですけど、去年の8月10日に判決がありまして、青木恵子さん、これは無罪という判決が出たんですけど、その中で、驚くべきことに、まあ、ボクスさんの自白の任意性についての部分なんですけど、その取り調べに当たった八尾警察官の供述には明らかに虚偽を述べていると認められる部分や、その信用性を疑わせる事情が認められる一方でって言って、その警察官が嘘の証言をしてるんだと、証人として呼ばれてるんですけど、証言をしてるんだということを認定してんですね。さらに驚くべきことは下なんですけど、八尾警察官とともに僕の取り調べに従事した杉野警察官、この人も証人として呼ばれてるんですけど、取り調べ状況に関し八尾警察官の供述と符合する供述をしているが、上記の通り八尾警察官が虚偽の供述をしていると認められる事項についても符合する供述をしていることに照らすと、双方で口裏合わせをしたという疑いが濃厚に認められるっていう、警察官が口裏合わせをして嘘の供述をしたということまで認定しているんですね。で、まあ、坂本刑事においては取り調べの最初から青木さんのことを犯人扱いだということを言ったりとか、その長男が目撃状況を説明してるっていうことを嘘をついたとか、助けようと思えば助けられなかった、助けられたのになんで助けなかったんだとかいうような追及をして、だから青木さんについても自白の任意性がないということについて言った後、その自然発火についても、自然発火である可能性は抽象的、非現実的なものではない、まあ、漏れる可能性があるんだということを認定しています。で、ボクさんの自白に任意性がないということを認定した上で、この裁判は正しいと思うんですね。本件控訴、各控訴事実について犯罪の証明がないということになるから、刑事訴訟法336条により被告人に対し無罪の判決を言い渡すということで、その無罪判決を言い渡しました。で、まあ、最後に、青木さんに伺いたいんですけど、青木さんのような冤罪の被害者を生まないためにはどういうことをすべきかということをお話しいただいていいですか。まあ、私も自分の体験から、やっぱり裁判所でいくら無実を訴えても、警察の時に自白していれば、認められないっていうことを、自分で実感しましたので、取り調べの状況を、1から10まで、録音録画をして、なおかつ弁護人も立ち会って、そしてやれば少しは、自白、刑事も怒鳴ることもできないし、取り調べの状況が、録音録画されていれば、私の場合ももしされていればこんな20年もかかる必要がなく、どちらが嘘をついているのかもすぐに分かったわけですから、やっぱり1から10まで全面可視化で、そして弁護人が立ち会って、すればまた違う方法で、警察はいろいろするでしょうけども、とりあえず少しは良くなっていくんじゃないかなと、思います。だいぶ時間超過して申し訳ございません。以上です。どうもありがとうございました。
非常に面白いというか、あの特に実験についてはですね、で私一番最初冒頭部分で青木さんが逮捕されたのは事件から四十九日目と、袴田さんもそうなんですよ。やっぱ警察はそういうふうな四十九日ってのはある程度目処にしてるんですかね。あの本当にそういうふうなことを改めて感じてしまいました。でこの事件はあのテレビ朝日がですね、報道何だっけ、報道特集だったかな、ザスクープで映像ありますし、本当に僕もこれで実はその報道を見た時、袴田さんもねこの事件やろうかって話もしたぐらいです。なぜかと袴田さんもガソリンで火を撒いたことなんです。だからあんな密室でお化け6月30日ですから、絶対そんな、ね、ちょろちょろの火花って逃げられるような日ではないだろうというふうに我々も考えたのが事実なんです。あの何か質問等がありましたらぜひちょっと皆さんあの伺ってきてください。せっかくの機会ですので、あ質問ってあのこの事件に関しまして、できればこの事件の方がありがたいですけど、この事件ですか。いや、あ、この事件に関してすみませんけども、時間もしてるんで、ガソリンが漏れたっていうことを聞いておったんだけど、なぜ漏れてたっていうのは、さっきのキャップの漏れたとなんかあの砂粒が入ったっていうことがあったり、それ非常に分かりやすかったんだけども、そこをやっぱり認めるまで、まだその燃焼実験なんかもやる中で、その検察と弁護団の両方ともその実験できたっていうことの成果っていうのはどういうふうにとかしますか、発揮したってことをね。でそうですだからあのガソリンの漏れっていうのがね、なぜだったのかっていうのが僕ら今までよく分からなかったので、先ほどの青木さんの説明で分かったんだけれども、そこをこう証明するためにどのようにこう頑張ったのかなというのは、あのですね、そのまあ我々も抽象的にっていうか、多分ここからガソリンが漏れたんだろうけども、それは再現ができないんですよ。どうやったらどういう条件の下で漏れるか全然分かんなくて、で漏れるっていう人のところに行って、でガソリン満タンに入れてずっとビデオ回しながら、そのすぐ漏れるケースもあるんですけど、一日中待っても全く漏れないケースもあって、そのどういう原理で漏れるか分かんないんで、一回開けたらもう今までの苦労が無駄になるかもしれないから開けちゃいけないとか言って、あのご飯炊いてる時に蓋開けちゃいけないみたいな話なんですけど、で全然分からなかったんですけど、まあそのうちにその一台漏れるっていう、まあ、のがあって、でまあそんであとはまあその石浜先生にいろいろお話を伺ったりしてっていうことだったんですけど、その青木さんがいる前で言うと申し訳ないですけど、実はねすごいそれを調べるのは楽しかったんですよ。でその調べれば調べるほどそういう情報が出てくるんですね。で最初その千葉の人の情報があって、あそんなもんあんのかと思ってインターネットで調べると、いや意外とインターネットである、でインターネットであったとの人に何かその連絡くださいって言うと2件ぐらい連絡が来るし、それをビデオをテレビで流すとまた来るし、でガソリンスタンドアンケートやってみよう、やってみたらどうかって言われてアンケート取ると、ホンダのアクティばっかり漏れるっていうことが分かる。でそれで裁判所が、その青木さんは悪く言いますけど、その裁判所がじゃあ本田の前でやったらどうですかっていうことで4台やったら、4台ともその10分ぐらいのところでガソリンが漏れ始めるっていうことで、どんどんどんやればやるほどあの証拠が出てきたっていう感じなんです。最初はその取っかかりはなかなか難しかったですけど、調べれば調べるほどどんどん証拠が出てきたという感じでしたね。ちょっとあのお答えになってるか分かりません。わかりました。私がですね、先ちょっと報告をしておきます。実は岩尾さんと秀子さん、先ほどまではここにいらしたんですけども、もう岩尾さんがこれ以上はちょっと無理だと思うので、で皆さんにご挨拶して帰ってほしいというふうに私お願いして、しばらく待ってたんですけども、ちょっともう、帰りたいということで、まあ、その報告をいたします。青木さんにちょっと私から質問しますけど、今の岩尾さんの状況を見てですね、まあ、岩尾さんは死刑囚です。で68年に判決で死刑からですね、実に46年ぐらいですかね、死刑囚としては。まあ、もちろん再審請求してますから、ただしその安心感もない、安心感が本人は自覚は多分ないと思います。
でとにかく死刑に対する恐怖心でいやずっと岩尾さんがあって、まあ、今みたいな精神状態になったんではないかなと思いますけども、あの青木さん自身はですね、例えば無実の罪で拘留されてる辛さ、袴さんと共通するところがどっかにあるんではないかなと思うんですが、それは自分自身の、まあ、あのいわゆる懲役を受けて、辛さと、まあ、袴さんの今の現状もご覧になったと思いますけど、その辺について何かあの一言言ってもらえればなというふうに思います。袴田さんはね、本当にあの死刑囚にされてるわけですからね、毎日毎日本当にあの恐ろしいと思いますよ。うん、私が2歳の時の袴田さんは事件ですよね。それで冤罪がずっとなくならずに自分も冤罪者になったっていう状況ですけど、私は無期ですから、まあ、無期も今厳しくなって終身刑に近い状態で、私も正直生きて帰れるかなっていうのはありました。そしてまあ先ほど言いましたように即時抗告で裁判官が、ね、実験を失敗したのに手を差し伸べてまであの警察に、ね、何とか立証しろと私の、まあ、言った答えをひっくり返そうとして、その時に私も正直あの一緒ですか、息子にね、死んだらどうなるんだろうと、私もどこまでも少し思ったらどこまでもなんていうのかな、今じゃなくって先を考えるタイプだから、じゃあ私はもう息子に手紙を書いて遺体だけ引き取ってねと、娘のお墓に一緒に入れてねと、もうそれしかないなと思って書こうと思ったら、まあ、支援者に答えが出てないのがやめときなさいと言われて書かなかったんだけど、だから本当にちょっとしたきっかけで考えたら、考える時間が本当にいっぱいあるんですよ、獄中の中では。そしたら永遠に考えるわけですよね。刑務所で作業してる間は作業に集中しないと、不良品出したらまだ怒られるから一生懸命作業のことをするけど、自分の時間になってふっと自分だけのことじゃなくって他の事件のことでもそれを知ると、私の時は、前川さんがね、福島女子あそこが勝ってよかったと、これで東島氏が動いたらみんなこけてみんなから言われると思って、何が何でも勝ちたいと思って勝ててよかったと思ったのに、今度即時抗告で前川さんがひっくり返った時にも、私は前川さんの判決だけど自分の判決のように思って本当に何日も、泣きましたし、どうしようどうしようってひっくり返るんだっていうのを目の当たりにして、だから私は、まあ、そういうふうに思っても所詮無期懲役ですから、刑務所で笑ったり楽しい時は本当に私はその獄中生活、皆さん本当につらいでしょうかわいそうにとかすごく言ってくれるんだけど、正直そんなに苦痛じゃないんですよ。本当私はね、甘いものが食べなかっただけで、今でも刑務所帰って甘いもの食べるんだったら別にいいよっていうような考えの人間ですから、もう本当に袴田さんとは全然違うと思うんですよね。その中で死刑囚で、私はこんなこと言ったら本当に批判あるかもしれないけど、袴田さんが正気でね、死刑囚としてずっと拘置所でおられて、それに耐えるより、もう申し訳ないけど、私は、なんていうのかな、拘禁病、国に殺されるより、死刑囚の人、袴田さんに限らず、死刑囚の人は、もう国に殺されるんだったら、寿命が来て、亡くなるとか、そっちの方になんとかなってほしいなっていう気持ちがあって、まあ、拘禁病になられて、本当に、ね、今日もちょっとお話しさせてもらって申し訳ないなと思うんですけど、そうすることによってこの世界の現実から逃げることによって袴田さんは、その獄中生活を耐えてこられたんじゃないかなって、私にはもう想像もできない、比べ物にもならないほど本当に大変な思いでされたと思うんですよね。だから本当に袴田さんの事件を私も判決文支援者の人に入れてもらって読みましたけど、なんでズボンが履けないのにこんな認定ができるの、そうとは言えないとか、私も散々ね、あながちありえないとか、いろんなバカな判決を裁判所が書いてね、それを見るたびに何だと思って、袴田さんのことも私もあんまり試験知らない、でも判決文を読んだらこんなおかしな判決文はないよというような思いで、本当にね、なんていうのかな、無期懲役の私よりも先に袴田さんとか、再審無罪になって本当に死刑囚のその汚名をね晴らして、もう本当に心穏やかに過ごしてほしいっていう気持ちが、あるし、本当に袴田さんが再審開始で釈放された時は私も獄中でテレビを見てたんですけど、本当にあの嬉しかったし、よかったなっ
って思って、これで殺される恐怖から逃れて、まあ、社会に出られたら、まあ、私も簡単に考えてて普通に戻られるんじゃないかなっていうふうに、思ってたんでね、本当にね、草越広告誌にでも私と同じように警察がおかしなことを言って、しなくてもいい DNA をするとか言って時間を延ばしてるわけですけど、もう本当にいい加減にしてもらいたいし、死刑の、 あの無実の人が死刑し、ね、なるなんて本当に、昔あったようですけど、こんなことはもう謝っても許せないっていう状況ですから、まあ、なんとか本当に、一日も早く買っていただきたいと思っています。どうもありがとうございました。ちょっとまだいろいろ質問したい方もおられると思いますけども、もう時間4時も過ぎてしまいましたので、これからちょっと前を片付けたいんですけども、もうこのままやっていきます。